1220系電車とは近畿日本鉄道が保有する一般車両である。本校では1230系及び1020系についても記述する。1984年に登場した1420系は近鉄では初採用の GTO サイリスタ素子を搭載した VVVF インバータ制御の試作形式として投入され、大阪線にて長期的な試験運用が行われたが、 この結果をもとに、標準機線用の量産型として登場したのが1220系であり、その標準機線共通仕様の1230系、1020系に続いている。いずれの形式も1400系、8810系で、確立された車体デザインを概ね踏襲し、車体構造では同時に登場した1422系と同様に、最大車体幅2800ミ、mm、リメートルの 大型車体を採用して1420系以前の従来車の構成から裾を絞ったアルミニウム合金車体に使用変更されている。安定した大型アルミ押し出し材の供給が可能となり、構え体の組み立て構数の削減が可能になったためであり、特急車と急行車の5200系を除き、その後の車両にもこのアルミ車体は採用され、 近鉄 VVVF 制御車両の標準仕様となっている。車内インテリア面では内装材は1420系と同様にサンドウェーブ柄の化粧板にマルーン調の床材を引き続き採用しているがロングシートの仕様は本形式の前年に製造された3200系や6400系と同様の肘掛けが化粧板仕上げとなった。 新しいものに変更されており、これらの車内デザインは2000年に登場するシリーズ21まで近鉄一般車両の標準仕様となった。1987年3月に登場した2両編成の VVVF インバータ車両。最大車体幅は 2800mm で、裾を絞ったアルミニウム合金車体を採用。制御装置のメーカーを除く仕様は1422系と同一である。 三編成が製造されたが、造備車は標準機前線共通仕様の1230系に移行した。電算記号は VC。2019年4月現在、全車が大阪線高安県尺に所属する。なお、1998年時点では名古屋線の所属であり、名古屋線や山田線を中心に運用されていた。本系列では、日立製作所製の GTO 素子による、 VVVF インバータ機器を搭載する。主電動機は三菱電機製のメガバイト -5023A 型で、モーター出力1 6 5キロワット、歯車比は6.31に設定されている。台車は両、抱き踏みずらブレーキ式シリー連台車である、近畿車両製 KD-95K を装着する。性能面では最高速度時速1 1 0トルを確保している。 近鉄各路線の GTO、VVVF インバータ制御車両と同様に、以下の改造が順次施行されている。1989年7月に登場した、標準機前線共通仕様の VVVF インバータ、アルミ車体の2両編成の車両である。1 2 2 0系をベースに、大阪、名古屋線となら、京都線の間の車両転配を円滑に行えるように、車体設計。 機器類の配置を可能な限り共通化した、標準機前線共通仕様に設計変更され、電算記号は、なら、1276回で製造を完了したものの1277回が存在しており、これは後日の1026系線30回の中間2両を1026回に組み込んだため、先頭2両を1編成とし、運転台寄りにパンタグラフを増設し、 1277回となって1252系に編入したものである。1230系列では、台車は21000系に倣って、ホイールベースを従来車の 2150mm から 2100mm に変更した新設計の空気バネ台車、KD-96 系。後期型では、ボルスタレス台車の KD-306 型を採用している。 主電動機は、中期型までは MB、MB-5035A 型、後期型では MB、MB-5035B 型を、歯車比を1220系の6.31から5.73に変更し、以上の機器構成は、シリーズ21登場前まで、標準機 VVVF 一般車に採用されている。1231回、1232回の2、 編成は1 2 2 0系、1224回、1225回として、制作されている途中での仕様変更に対し、1233回以降は、仮称1 2 3 0系として、設計当時からの仕様変更のため、純粋な派生系列ではあるが、1233回以降の車両を1 2 3 3系と呼ぶことが多い。これに関連して、 1224回、1225回製作時の当初の計画では、奈良線に投入する最初の新造車後編成の車両形式を、仮称1 2 3 0系1 2 3 1回から1235回と予定していたが、1 2 2 0系1 2 3 0系関連の計画変更で1 2 3 3系1 2 3 3回から1237回と、 なっている。1、1 2 3 0二1 2 3 3系以外にも1 2 4 0百1 2 4 9千1 2 5 2三1 2 5 3五1 2 5 4二1 2 5 9系と細かく分類されることがあり、1255回以降の車両は1 2 5 2系及び1 2 5 3系として製造されており、 新造当時でも1252回から1277回は、結果的に3形式が入り乱れていた。以下は、後年の改造で生じた形式である。近鉄各路線の GTO、VVVF インバータ制御車両と同様に、以下の改造が順次施行されている。名古屋線、ワンマン運転対応改造名古屋線所属の1230、系列のうち、 2019年4月現在で1231回、1232回、1240回、1259回、1265回から1269回の旧編成に、運賃車内収集中式、ワンマーム運転対応工事が施行されている。改造内容は乗務員室運転士側窓ガラスの、茶色化と、車外スピーカー取り付け、運賃表示機と運賃箱の設置。 車内通報装置の移設である。初期に改造された1231回1200、2000系や1201系1201回から1204回とは異なり、車外スピーカーはクーラー規制に設置されている。1233系1240回と1253系1259回、1265回から1269回は、 1万回ンン造によりそれぞれ1240系、1259系に系列変更しているが、1231回や1232回は、元々に編成しか在籍しないため系列名、変更は行われていない。1231回、1232回は2000年11月に、1240回は2001年4月に、1259回は2003年に、 1265回から1269回は2007年から2008年3月にかけて改造されている。ワンマン表示は方向幕によるワンマン普通の表示と電光式ワンマン表示機が混在している。阪神線直通対応改造なら線所属の1252系のうち2019年4月現在で1271回から1277回の7本が 阪神戦争後直通運転対応となっている。改造内容は5800系に準拠している。また、2008年8月2 2 5 3系1273回1275回が、阪神天ヶ崎車庫に陸送され、試運転と乗務訓練が行われた。乗り入れ対応編成は町長々に類似したマークを、全面運転台窓と、側面乗務員室扉横に貼り付けられている。 2009年3月の総合、直通運転開始時点では1271回から1276回のみ、阪神直通改造がされていたが、2012年3月のダイヤ変更で、阪神南波線直通列車が増発されたことに、伴って1277回も追加で改造をされた。これら改造済み編成の系列名変更は、行われていない。 近鉄線2 3 0系の簡易内装更新前の、車内近鉄線2 3 0系の簡易内装、更新後の車内床材と座席のモケットが、変更されている近鉄線2 4 0系線2 4 0階のワンマン改造後に設置された、運賃箱、運賃表示器、近鉄線2 3 3系線2 3 8階の乗降工場部に設置された、 LCD2019 年4月現在の配置検索は以下の通り、高安検索明城検索富吉検索最大時、検索東花園検索1998年4月時点では、高安検索2253回1254回が、 病状検区に1231回1232回1240回1242回1243回1247回1248回1255回から1 2五5 7回1 2五5 9回から1 2六6 1回1 2六6 5回から1 2六6 9回 最大事件尺に1233回の1239回1241回1244回から1246回1249回から1252回1 2五5 8回1 2六6 2回から1 2六6 4回1 2百7 0回から1 2七7 4回が配置されていた。 2012年3月に1247回1248回が2014年9月に1260回が富吉県尺に転属している2014年9月には前日の1260回と交換する形で1261回が高安県尺に転属した2012年3月には1277回が 後述の阪神直通改造に伴って2012年3月に東花園検築へ所属変更された日本の鉄道事故近鉄大阪線東青山駅構内列車脱線事故も参照大阪線所属の1257回は2009年2月27日に大阪線東青山駅構内で発生した脱線衝突事故の影響で車体や 走行機器などが損傷した。特に電柱に激突したも1257型の車体や台車、VVVF インバータ装置などが大きく破損したため、修繕のために小移動研修車庫にて長期級車になっていたが、2018年現在は営業運転に復帰している。1991年11月に登場した日立製作所製。 GTO 素子インバータ装置を採用する1230系列の4.6両編成仕様である。電算記号は4両編成では VL、6両編成では VH である。1035回で生産を終了したが、後年1030回が欠板となっている。1020系においても1026回以降の編成を1026系と分類されている。4両編成の一部は後述の ワンマン運転対応改造によって1021系、1031系が登場している。1996年8月以降の増備車では、乗務員室仕切り窓が小型化された。1998年の増備車では、当初から連結側に転落防止ホロを装備し、乗降扉上部の雨どい設置、床面のノンスリップ加工が施されている。 基本設計は1230系1233回以降の車両に準拠するが、も1 9 6系のパンタは2機搭載されているのに、対しはも1 2 0型、も1 2 6型、も1 7 0型、も1 7 6系のパンタは1機として編成内に母線を引き通した。これは終電装置間隔を30メートルに抑えるためで、あるが、 それぞれもう一機追加できる設計となっている。1026回以降の車両の変更点は、台車をボルスタレス台車に変更し、TC、T 車はディスクブレーキを装備、補助電源装置も SIV を東芝製、GTO 阻止の BS-484、旧型とし、編成内での補助電源引き投資を行うことにより、また、 車1196型とも1096系の間には簡易運転台が設けられている。2002年、1030回の中間車車1180も1080をそれぞれ車1196も1096に改版して1026回に組み込まれた。この2両には他の車1196型とも1096型と異なり簡易運転台は付けられていない。 残りの先頭の2両も1 3 0 9 1 3 0はも12779377に改版され、2両編成の1277回と、して1252系に編入された。なおも1096も1277には、南大阪線6620系の母船、引き通し工事で余剰となったパンタグラフを流用し、それぞれ1機ずつ追加して、パンタグラフを2機とした。 2019年4月現在、在籍する全編成が最大事件尺に配置されている。近鉄各路線の GTO、VVVF インバータ制御車両と同様に、以下の改造が順次施行されている。1998年から1999年にかけて、1033回にシングルアーム式パンタグラフを搭載した走行試験が行われたが、現在は、 元の下枠交差系のパンタグラフに戻っている。その後、シリーズ21角系列や21020系以降の特急車両で採用された、生駒線ワンマン運転対応改造2004年3月の生駒線ワンマン運転化に伴い、4両編成車は当時東、花園建築所属であった1035回を除き、生駒線のワンマン運転に対応した改造を、 施して1 0 2 0系からの改造車は1 0 2 1系に、1 0 2 6系からの改造車は1 0 3 1系に改版された。改造内容は、クーラー規制に、社外スピーカーの取り付けと、1021回から1025回では、乗務員室仕切り窓の小型化が行われた。阪神線直通対応改造2019年4月、現在、1 0 2 6系6両編成全編成が、 阪神戦争後直通運転対応となっており、改造内容は5800系に準拠している。2009年3月の総合、直通運転開始時点では1027回から1029回のみであったが、2012年3月のダイヤ変更で、阪神南馬線直通列車が増発されたことに、伴って1026回が追加で改造をされた。これら改造済み編成の系列名変更は、 行われていない。その他2018年10月2034回が、ご移動研修車庫に入場。その際、全商等が、試験的に、LED のものに交換され出場した。これは後に8810系、8814回にも採用された。近鉄線21系電車近鉄線26系、電車近鉄線20系電車の、VVVF インバータのロゴ近鉄線20。 軽電車の車内2017年8月20日、王子駅にて、撮影を主に、大阪線系統を中心に2両編成単独、及び多形式並結の4両から10両編成で、快速急行から普通まで幅広く運用される。名古屋線系統を中心に、ワンマン運転対応車用は、島線でも運用される。急行、準急の増結車のほか、2両編成単独で、 準急や普通でも運用されている。大阪線所属者の車両不足やダイヤ混乱の際は、大阪線でも運用される。原則として、多形式並結で運用されており、京都、柏原、天理線では4両6両編成で急行から、普通列車まで、奈良線では6両の10両編成で種別を問わずに運用されている。京都線系統では、 単独4両及び2両編成を連結した6両編成で運用され、奈良線では同系や他社並結の6両から10両編成で運用されている。ワンマン対応編成では、生駒線の全列車にも使用されている。5800系及び5820系、9820系と共通運用で、奈良線及び阪神線直通列車を中心に運用されているが、 基本的に、京都線、柏原線、天理線も含めた運用をしているため、京都線系等でも運用されている。注釈区出典 ABCDEFGHIJKLMNOP3 高校3、近鉄電車 P122、ABCDEFGHIJKLMN3 高校3、近鉄電車 P174ABCDEF、書が久し。 山辺真子、日本の私鉄近鉄に P20。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ。a a B a c a d o a f a g I, a, J, a, K, r i AJAKRAM1AO。近畿日本鉄道完全データ P53P56。P P59P67P70ISBN9 兆7848億6 2 0百1万39 3934AB3 高校3近鉄電車 P229ABC 公有者鉄道ファン2019年8月号ボリューム59通貫7 0号付録小冊子大手私鉄車両ファイル2019車両配置表ハット ABCDFG e 書が必差し 山部誠、日本の私鉄近鉄に P213 高校3、近鉄電車 P230ABC3 高校3、近鉄電車 P90ABC3 高校3、近鉄電車 P123ABC 昭日久し。山部誠、日本の私鉄近鉄に P24ABCDEF、鉄道ファン2012年8月号購入者。 大手私鉄車両ファイル2012車両データバンク。ハット ABC。鉄道ファン2015年8月号購入者。大手私鉄車両ファイル2015車両データバンク。鉄道ファン2016年8月号購入者。大手私鉄車両ファイル2016車両データバンク。ハット AB。鉄道ファン2017年8月号購入者。大手私鉄車両ファイル2017車両データバンク。 ハット AB 購入者、鉄道ファン2019年8月号ボリューム59、通貫7 0 5号付録小冊子、大手私鉄車両ファイル2019車両データバンク、ハット ABC、鉄道ファン2007年9月号購入者、大手私鉄車両ファイル2007車両配置表&、車両データバンクハット ABC、鉄道ファン2008年9月号購入者、 大手私鉄車両ファイル2008車両配置表車両データバンク近鉄1252系阪神線内で別運転鉄道ニュース2008年9月2日経済鉄道ファン RAILF.jp 書賀久し山部誠日本の私鉄近鉄に p 1 4 2書賀久し山部誠日本の私鉄近鉄に p 1 4 4 a b c d 書賀久し 山部誠、日本の私鉄近鉄に P148http コロンスラッシュラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュ jtsb スラッシュ railway スラッシュ rep-acci スラッシュ ra2010-1-2.pdf 鉄道事故調査報告書近鉄名古屋線で海岸漂着物系初ラッピング電車運転 鉄道ニュース2014年8月29日掲載、鉄道ファン railf.jp 近鉄名古屋線に、携帯大切り、ラッピング車登場鉄道ニュース2015年5月21日掲載、鉄道ファン railf.jp、ハット NHK 着信5例。携帯大切り全国ツアー愛に4日市、番組公式サイト、2015年6月7日、 閲覧近鉄大阪線に、携帯大切、り、ラッピング社が入線鉄道ニュース2015年6月6日、掲載鉄道ファーム railf.jp、ハッ a ト a b c d e f g h 3高校三3近鉄電車 p 8 9 a b 3高校三3近鉄電車 p231 近鉄線230系電車に、関するカテゴリー、近鉄線20系電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。